羽生結弦さん、大鳥で、オペラ座の会員、横浜アリーナに、ファントム、降臨、スターズ・オン・アイス。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケートの世界的アイスショー、スターズ・オン・アイス、日本ツアーの横浜公演初日が6日、横浜アリーナで行われた。 二年ぶりに出演している男子で五輪に連覇し、サッカープロ転向した羽生結弦さんは、大トリで、オペラ座の怪人を熱演した。2014から15年フリー曲で、四回転マイナス二回転の連続トーループ、トリプルアクセル三回転トーループなど、連続技三つを含むジャンプ五本を披露。稲葉川や鋭いスピン、ステップなどでも会場のため息を誘い、演技を終えると観客は総立ちで拍手を送った。 同省は3月30日今月1日の大阪公演、3から5日の岩手欧州公演を開催、6から9日の4日間行われる横浜公演で日本ツアーは終了する。全員コメント、生中継を見ていました。4テラマイナス2テラになったところを3アンペアから3テラにしてリカバリーしましたね。章の場であっても、どこまでも真剣勝負なハブさんに痺れました。プロですね。 今回のショーは大阪、欧州公園から休みなく横浜4日連続という超ハードスケジュールです。少しでも栄養と休息が取れますように、今日は急遽メディアデーになったとのこと、またたくさんの美しい写真と記事が読めて嬉しいです。あと3日、皆さん感想できますようお祈りしています。CS で見ましたが相当なハードスケジュールな中、4回転も難なくこなしパーフェクトなファントムでした。 しかし、休みなしのスケジュールは驚異的で、ハブさんがどんどん痩せていくのが心配です。一人東京ドーム公演に始まり、故郷でのノッテステラータ3日間を終えて、すぐのスターズオンアイス。ショーの間は食べれなくなるとおっしゃっていたハブさん。こんなタイトなスケジュールで十分な休養も栄養も取れないだろうに全くミスをしないのがすごい。現役時代からすごかったが、プロになってからの羽生結弦さんの意識の高さと気力。 体力には脱帽します。しかし、無理が蓄積すると免疫も落ちるし、怪我のもとにもなる。体に良くないのでしっかり休む時間を設けてほしいと心から願います。CS で堪能しました。ただただ素晴らしかったです。製氷時間に大阪二日目のアシュラちゃん、三日目のあの夏へ、終了後に4月1日公演の他の出演者の映像も放送。本当に CSTBS さん、ありがとうございます。 これでいつでも好きな時に見返すことができます。昨日まで欧州で3日間、移動して今日から横浜で4日間。今年は国別もあってワールド出た選手にはあまりにもスケジュールがきつすぎると思いました。アイスショーに出ることで出演料で来季の活動費を稼げるという利点はありますが、さすがに今回の日程は気になりますね。あと残り3公演、どうか全員怪我なく笑顔で終えてほしいです。明日は CS で。 その後の2日間は配信で楽しみます。羽生結弦さんが別格でスケートが上手いのは毎回感じてますが、疲れが溜まっているように思います。今回のスターズオンアイスはスケジュールが鬼すぎます。全く休みがありません。これは疲労が蓄積して怪我につながります。本当にこのスケジュールはやめてほしいスケーターがかわいそう。被災者はなぜこんな詰め込み式にしたの来年は間隔を空けてくださいね。お願いします。 千秋楽に館に行きますが、羽生結弦さんの疲労具合が心配です。皆さん体調不良にならないよう無事に滑りきり最終日を締めくくれますよう祈ります。毎回アイスショーでこんなにドキドキして改めて凄さを感じたりできるのはハブさんがプロになってさらに進化してるからですね。明日はアシュラちゃんでしょうか。最終日は何を滑るのか今から気になりますね。羽生結弦プロフィール、宮城県出身。 2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。